お願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。ウキー見て欲しいウキー。おとといとかね、そのぐらい3日前とかですね。そうそうそう、結婚、はい、記念日でしたけどね。はいはいはい、じゃあ一応指輪のこうしといて。いやもう1年経ってる言うてんねんせやから。いや、こんなんしても誰も喜ばない。うわー、やっぱ撮るもんなんですね。嘘やん、やっぱ撮る写真でございます。俺、確かに俺結婚した時こんなんしてないからいいですね。あ、撮ってくれんねや。はい、ちゃんとこう、これ込みで撮ってもらいやすい。そうですね、これ込みで、これ込み。奥さんともこうしたのでしょうか、おでこをつけてね。だってこれ、テーマ対立やでよ。あかんやろ。なぜお二人が猿の惑星ライジングの応援隊長に就任されたかということですか。はいはいはい、僕のおかげなんです、僕は猿の惑星シリーズが好きすぎて、フォックスの社長に直談判しまして、応援隊長やらせてくださいと。マジですか。はい、3日未満直談判いたしまして。そんなに首を縦に振らなかった。そしてこの猿の惑星にちなみまして、はい、僕らこのフットボールアワーというコンビ名を、はい、フットサルアワーに改名したいと思っております。拍手お願いいたします。いやいやいや、ありがとうございます。勝手に決めんなよ。フットサルアワーの後藤ですよ。これからはフット後藤って呼ばれます。いや一緒やんか。そこはね。いや、ボール言われへんからあんまり。そこは変われへんけどね。何やそれお前。だからあんま支障ないでしょということは。支障ないよ。フット後藤、フット岩尾のままで折れるわけですから、フットサルアワーにしても。いや、それは名前はそのままでいいでしょう。いや、それぐらいの覚悟を持って臨んでおりますということですよ、はい、決意の表れです。でこの映画でもこう家族もテーマに描かれてますけど、うん、これ家族が増えるっていうのは、はい、いやいや、もう家族増えてほしいですね。もう本当にもっと増やしますか。いやいや、本当に本当に、ああ、もう今日でもおんぎゃーって生まれてきてくれてもいいぐらい。身に覚えがないのに。いやいやいや、身に覚えはあるよ。ああ、そうなの。身に覚えはある。そりゃそうですね。ああ、いないんですか。はい、全然。もう犬とばっかり一緒にいますから、最近は、はい、らしいんですよ。いいね、だ、浮いた話全然ないんですよ。そうです。集まっていただいたのに申し訳ないです。いや、期待してないです。僕の期待してない話なくてね、すいません。可愛かったですね。お付き合いした人は、うん、今までまあ可愛かったです。うん、全員。面食い。そうなんですよ。それが立ち悪いんですよね。うん、こんなんなくせにめちゃめちゃ面食いなので。後藤さんの奥さんはご覧になった？結婚式に呼んでいただいたので、はい、そこで初めて、うん、はい、お会いしました。それまでは会ったこともなかったので。小野、うん、はい、さんのこうジャッジはどうですか。あー、こんなんか。やかましやん。うわー、めっちゃすげーとかっていうのは思わなかったですよ。